そうひく、女性、1878年12月の作。アメリカ議会図書館修造。長谷川雪包は、江戸時代後期後半から、明治時代初期にかけての日本の絵師。四世は後藤を名乗るが、本世は、金沢である可能性が高い。画世は父に習って、長谷川を名乗る。名は宗一。画号は雪みのほか、雪包の他、雪へ、埋め 松人氏、岩礁祭、雪渚ぎさがある。長谷川節丹の長男。弟子に、長谷川雪包みなどがいる。江戸出身。文政二年生まれとも言われるが、誤りと考えられる。早くから、父、節丹に学び、ふ本類には、不死で模写したものが多く見られる。父譲りの技量を発揮し、名所へや人物画を多く残した。中でも、 店舗10年観光の父事、愛中留め音気略で相図を担当したことは、父が江戸名所図への相図を担当して、名を成したのと同様、名所絵師としての雪包みの名を高めた。また、終わり藩の藩士、名寄に名はないものの、同藩の同評格として偶されたという。父、節丹が店舗14年に死去して、後は、画業も、やや制裁を書いた。 1882年3月15日に死去。去年70万年齢69歳であった。父と同じく当時は、浅草新谷町にあった妙、有山崎隆寺に葬られた。その後、寺は、関東大震災で離災、消失し、昭和初期になってから、墓地ともども、世田谷区北カラス山へ移転している。弟子としては、死と同じく、 唐津藩御用絵師を務めて、明治時代以降も唐津で活動した、長谷川幸堤がいる。また、娘の長谷川幸信も絵師であるが、瓦礫は詳しくわからない。親族と一門説も参照のこと。父、摂丹と共に、名所図の想図を数多く手がけたことで知られ、半本類の遺作は多い。一方で、肉筆画はあまり残されていない。 愛中止め音気略、長二間川総がと、成田名所図へ。ありがとうございます。